ハートフル 2D 対戦アクションアルカナハート3、2011年1月13日にプレイステーション3と Xbox360 で登場。早速今からアルカナハートの魅力をたくさんお伝えします。総勢23人のキャラクターが登場。今回はその中から8人をみんなにご紹介。サキちゃん、私の邪魔をしないで。マオリン、春日一門がお相手つかまつります。リリチ、さすがあたし。ヨリプ、コノハちゃんはいい子だよ。ミケ、キララン、何様のつもりだ。キャサリンちゃん、うちの淀川は最強やで。メイメイさん、くすぐったいです博士。それと私、愛のハート。お願い天使さん、私と一緒に戦って。残りのキャラクターはまた今度。それじゃあドバババーンとリンクアニメを紹介しちゃうよ。家庭用だけの新要素、リンクアニメ。バトル中に画面の両端ですっごいアニメーションが再生されちゃいます。あ、今度みんな向かい合ってる時はフットワークのアニメーション、勝ってる時は余裕の表情なんだけど、負けてると苦しそうになったりして。だけど攻撃中にはかっこいい攻撃アニメーション。バンバン攻撃を当てていっぱいダメージを与えると、再生されるアニメーションはどんどんすっごくなってくよ。ズバーッと相手を倒しちゃうと勝利アニメーションが再生されるし、負けちゃった方にも専用アニメーションを用意しました。しかも特殊な条件で勝利した時にだけ見られる専用アニメーションもあるんだよ。びっくりだよね。すごいすごい。一度見たリンクアニメはギャラリーモードでいつでも好きなだけ見れちゃいます。なんと1キャラクター10種類以上のアニメーションを用意。ゲーム中ではじっくり見ることができないリンクアニメもギャラリーモードだと1枚ずつ止めて見ることができちゃうんだよ。目指せ全キャラコンプリート。よしやっちゃうぞ。さらにゲーム中に出てきたイベントグラフィックや豪華なゲストの皆さん書き下ろしのイラストも見れちゃいます。気になるあのキャラクターの魅力を完全収録。やっぱり愛だよね。あなたの心にズバーンと届け、アルカナハート3。プレイステーション3、Xbox360 で2011年1月13日発売。予約特典はすっごいファイバークロスミニタオル、すっごい限定版は豪華24種ピンズセット、リンクアニメ設定資料集、公式ホームページですっごいブログパーツ、壁紙も好評配信中。次回はネットワークモードを中心にやり込み要素を紹介しちゃいます。お楽しみに。